こんにちは、ダイスです。今回は簡単にできるホエールロードの作り方をまとめていきます。上級まで行けば本当に簡単に2匹だけでできるんですけど、今回は中級までのやり方についてをまとめていくという感じです。 S サイズだとピンチで魔力暴走、魔法の風、いきなりインテがあって、 L サイズだと1から3回行動とかいろいろという風な特性持ちの子です。おすすめスキルは賢さ系とグランスペル SPになってます。ホエールロードのいいところは全モンスター中2番目に MP が高いことです。魔法系のモンスターが足りないっていう方は結構いろんな属性に合いますので使ってみてください。ということで早速モンスターのスカウトからやっていきましょう。まずは人間界にいる普通のスライムを1体です。他のところでも大丈夫ですが、スライム系ではなくスライムだけになるので気をつけてください。続いて覇王城の魔界初級の夏毒の雨の日です。でバブルスライム4体をここでスカウトして用意してください。バブルスライム2体プラス物質系2体でもいいんですけど、夏の毒の雨の日ってバブルスライムかなり多くいるので、バブルスライムを4体の方がおすすめなのでこちらでご紹介しています。共に行くぞ。続いて同じく覇王城の魔界で今度は中級です。夏の毒の雨の日に初級でバブルスライムを4体入手したら、そのまま中級に移動して同じくバブルキングを1体入手します。バブルスライムも出るんですが、そっちは初級の方が楽です。続いては煉獄峠の魔界初級の烈火の洞窟内にいるキャットフライを1体です。洞窟内のいる場所は地図上の右手のちょっと細い通路のところです。奥に飛んでから移動した方が近いと思います。続いては煉獄峠の魔界初級、同じところの洞窟内ではなくフィールド上に秋に出てくるフロッカーを1体です。フロッカーに関しては晴れの日以外でも秋だったら出てきますので探してみてください。次は晴れの日に出てくるスライムベスです。スライムベスは季節はいつでもいいんですが、晴れてる時にしか出てこないので2体晴れてる日にスカウトしに行ってみてください。よし。続いて中級にいる爆弾岩も1体です。爆弾岩は煉獄堂のところに飛んで坂道を降りてくると必ず何体かいますので、そこがスカウトには楽な位置かなと思います。続いては甘味楼の魔界初級にいるコドラを1体です。ドラゴンなら何でも OK なんですが、コドラは必ず出てくるモンスターになるのでドラゴン系ならこの子が一番楽だと思います。続いては竜神殿の魔界初級にいる冬に出てくるスライムカルフを1体です。スライムカルフは凍ってる池の上とかにいるのでそこを中心に探してみてください。続いては竜神殿の魔界中級の砂嵐の日に出てくる渦潮キングを1体です。砂嵐の日じゃないと出てこないので、砂嵐じゃなかった場合は次のモンスターを先にスカウトしに行ってみてください。続いては竜砂の宮殿の中にいるシャドウサタンを1体スカウトします。砂嵐でなければ先にこちらの宮殿内でシャドウサタンをスカウトして、その後外で時間を待っているといいと思います。ここからはモンスターの配合です。モンスターを配合しておく前におすすめスクリーンの作り方をちょっとご紹介します。賢さに関しては賢さ1をマックスに上げた状態で配合すると2、3、4みたいな感じで順番に上がっていきますし、グランスペル SP を作るっていう時にはなんちゃらの心っていうものを極意にして、それを2個また配合の時にマックスな状態で作るとグランスペル SP になります。なので今回の配合中に賢さ1を持っているモンスターがいるので、それをちょっと作っておく、あとはなんちゃらの心っていうのを持ってるモンスターもいるのでとりあえず極意までしておくみたいな形でちょっとずつ進めていくと、後々グランスペル SP とか賢さの3、4を作るっていうのもやりやすくなります。なのでモンスターを配合する前に持ってるスキルは何かなっていうのと、あとはもし欲しいスキルを持っている子がいたらそこに、ポイントを入れてあげてマックスまでいくかどうかっていうのを確かめてから配合を進めていくと後々楽になると思いますのでやってみてください。それでは行ってみましょう。
今お話ししたのがどんな感じかというと、まず一番最初の配合でお話しします。最初の配合は爆大岩とコドラ、ドラゴン系で作るんですけど、ここのスキル割のところで所持スキルを見て、欲しいものがなければもうそのままかけちゃいます。で、新たに発生するスキルもありますので、どれにするかっていうのを選んでやっていくという感じです。今回私が狙ってるのはなんちゃらの心っていうやつと、あとは賢さ1になってるので、今回は特に何もせず適当に選びました。はい、この組み合わせでまずは溶岩魔人を作ってください。それでは次行ってみましょう。続いてスライムベスト、バブルスライムでボックススライムを2体作ります。ここは2体作るようにしてください。そして作ったボックススライムをさらにバブルスライムと配合して、スライムタールをここも2体作ってください。後ほど2体とも違うモンスターと配合に使うという感じです。次は作ったスライムタールとスライムパルゴを配合して石炭つむりを作ります。このモンスター上級にもいるんで、上級でと思うんですけど、もっとさらに簡単に上級だとできるので、ここはまだ初級中級の方のみという感じになります。後ほど上級の時もご紹介します。それではここからです。さっきお話ししたスキルで賢さ1っていうのがあったと思うんですけど、作ったスライムタールとあともう1体バブルキングスカウトしてきたこの2体を配合します。スライムタールには今火のコツっていうのが入ってたりするんですけど、まあ、引き継ぐのは私は賢さを入れたいので賢さ1を引き継ごうと思います。またこの2体だとどっちでもいけるんですよね。どっちでもいけるんですけど、今回ね4体配合になるので必ず配合してください。で、所持スキルの中のおじゃぶ虫っていうのもとてもいいスキルなので、これを活かしてあとは賢さ1 と、グランスペルを目指しますっていうのでもありだと思います。で、この辺だとまだ賢さ1とかがついてないんですけど、これ、スキルの割り振り私今特にやってないです。こっちもお邪魔虫、あと賢さ1、これ残しておきたいので、ここはね、入れようかなと思ってます。はい、今入れておいてもマックスにならなかったので、賢さ1から賢さ、2にならないんですよね。なのでちょっとね置いとこうかということで、賢さ1もここは選んでやってます。この次の配合で多分1から2にアップはできると思うので、そこでスキルポイントを入れちゃおうかなという感じです。はい、これで合成、出来上がりは変わってないですけど1回終わりました。続いては配合して作った石炭つむりと最初に配合した溶岩魔人を配合します。4体ぐらい候補があるんですけど、どれでも大丈夫です。私の場合分かりやすいので石炭つむりのまま配合進化になるようにしておきました。続いては配合して作った石炭つむりとあとバブルキング、この2体です。賢さアップ1っていうのをマックスまで持ってくると、上に賢さアップ2っていうのができてますよね。こうやって賢さ系はアップさせていくという感じになってます。なんで今、目標3とか4なんですけど、2までしかできてないので、またここからスキルポイント貯めて、賢さアップ2に全部振ってまた配合すると今度3が出てくるという感じですね。はい、やり方としてはこうなので、ちょっとずつ進めていくっていう感じなので、できれば上級2体でホエールロードってできちゃうんですけど、初級から配合していくと手間はかかりますが、作りたいスキルがね、入れやすくはなるよねっていう感じです。この2体配合するとタールキングができます。タールキングが4体配合って言われるものになってるので、これを作るためにやったのですが、タールキングは甘味料の魔界上級で出てくるので、上級まで行ってるっていう方はそこで入手しても大丈夫です。楽にね作るためには上級入手の方がいいと思います。続いてスカウトしてきたスライムとシャドウサタンを配合してスライムダークを作ります。スライムダークはスライム系とドラゴン系どちらか C でも配合して作りますので、試してみてください。次はキャットフライと悪魔系、何でもいいので1体です。私はメイダにしました。
他のモンスターでも大丈夫です。猫窓をこの配合で作れるので作ってください。続いては配合して作ったスライムダークと猫窓をさらに配合してダークペルシャを作ります。そして渦潮キングとフロッカーで大氷釜も作っておきましょう。続いてダークペルシャと大氷釜を配合します。この時に私の場合は水の心がマックスまでできるようになっていたのでこれでやっておきました。こうやってなんちゃらの心をマックスまでして配合するとその極意っていうものになりますので次はそっちをスキルとしても選択して進めていくといいかなと思います。この2体の配合でホエールマージっていうのができるんですが、このホエールマージが竜神殿の魔界の上級に出てくるモンスターになっているので、先ほど2体だけでできるっていうお話をしたのはここも入手が可能だからです。かなり簡単にできるモンスターになってるんですけど、ホエールロード自体を作るときにスキルを入れたいっていう場合は初級中級から作っていった方が後々はまあ楽にはなりますが、すぐに作りたいっていう時にはやっぱり上級で入手して2体の配合で速攻作る方がいいです。ということで最後ホエールロードです。 A ランクのモンスターでホエールロード自体が持ってるスキルが賢者っていうものです。で今回作ってきて賢さはアップ2まで来たのと、あと水の極意がつけられたので私はこれを選択しました。この後もう一つモンスターを作るときに他のなんちゃらの極意っていうのをマックスにしておいて配合してグランスペル SP を作る予定です。賢さに関してもまた配合するときにね上がるようにしておこうかなという感じです。はい、ということで以上ホエールロードの作り方でした。この先の配合としては親としてホエールロードを利用してローズバトラーと配合するとロイヤルブルームっていう S ランクのモンスターが出来上がります。ロイヤルブルームはかなり優秀なモンスターで、ホエールロードの時にご紹介したおすすめのスキルをそのまま配合先のロイヤルブルームも使えるようになるので、もしだったらロイヤルブルーム作るためにホエールロードのスキルから準備しようかなっていう方には初級中級を使ったやり方がおすすめかなと思いますし、速攻作って後でスキル入れるっていう方だったらホエールロード作るためにもね上級で入手するモンスター2体だけでできるのでサクッと作るのもいいんじゃないかなと思います。でもちろんストーリー中ラスボスでも使えるモンスターにはなっているのでまだ途中だよっていう方もご参考になれば嬉しいです。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!